ハルク、または、超人ハルクは、マーベルコミック観光のアメリカンコミックに登場する、架空のスーパーヒーロー。ハルクのキャラクターは、スタンリーとジャック・カービィーにより生み出され、1962年5月の、マーベルコミック、ザインクレディブル・ハルク・ボリューム1、1で、初登場した。漫画のキャラクターとしては、初めてロー人形館マダム。 達奏館への展示を果たし、プロレスラーハルク・ホーガンのリングネームの由来になるなど、彼はマーベルコミックの最も知られたスーパーヒーローの一人となっている。天才的な物理学者であるロバート・ブルース・バナーは、新型爆弾ガンマボムの実験中に実験場に迷い込んできた少年を助け、大量のガンマ線を浴びてしまう。死死量のガンマ線を浴びたはずが生還したバナー。しかし、 バナーの体にある変化が起きていた。怒りや憎しみなど、負の感情の高ぶりによって、緑色の肌と人間離れした怪力を持つ巨人、ハルクに変身する体質となってしまっていたのだ。何もしなければおとなしいバナーは、少しでも危害を加えられると怒りに身を任せてハルクとして暴れ回り、圧倒的なパワーでありと、あらゆるものを破壊してしまう。 その圧倒的な破壊力を危険視した軍上総部は、はるくバナーを亡き者とすることを決定する。国家権力から命を狙われることになったバナーは、元の体に戻る方法を模索するため、何より生きるために逃亡生活を送ることになる。ビームを出したり、粘動力といった超能力は持っていないが、数十トン、百トン以上のものを持ち上げる、マーベルトップクラスの腕力。 数百メートル数十キロメートルを跳躍する、脚力からなる敏捷性、多少の怪我をものともしない、耐久力と回復力を持ち、さらにそれは怒りの度合いによってパワーアップする。暴走してしまった場合、ヒーロー一人では、ほとんどの場合止めることは不可能で、一チーム単位でかからなければ、多くの場合、立ち打ちできない。その後バナーは、 ハルクへの変身後の暴走を克服し、理性によってそのパワーをある程度制御できるようになっている。ロキの陰謀を止めようとハルクに変身し、暴走していたところを他のヒーローたちに収められたのがアベンジャーズ結成のきっかけとなった。そのためアベンジャーズの創立メンバーとしても知られ、2012年の映画版にもヒーローの一人として参加しているが、原作では、 チーム結成の次の号で、自らの能力とそれから来るたメンバーの不信感から、チームを脱退している。1962年に、ザインクレディブル・ハルク1で、初登場を果たす。当初は、肌が灰色だったが、印刷移りが悪いとの理由から、次号から緑に変更。しかし、人気が芳しくなく1963年発行の6号で、休館。翌年のアベンジャーズ結成。 脱退後、散発的に発刊しながら人気が徐々に回復。1967年に復刊を果たす。1977年放映のドラマ版は第5シリーズまで続くヒット作となった。マーベル・シネマティック・ユニバースでは、インクレディブル・ハルクのみ、エドワード・ノートン、アベンジャーズ以降は、マーク・ラファローが演じる。ハルクの声は、ルー・フェリグノが担当している。 日本語吹き替えの声優も演じた俳優によって異なっており、ノートンが演じたインクレディブルハルクでは、水島ヒロがブルース、野村健ンがハルクをそれぞれ担当していたが、ラファロに交代後のアベンジャーズ以降は、ブルースとハルクの両方を宮内敦氏が担当している。本シリーズでブルースがハルクに変身する体質となった理由は、第二次世界大戦期に、 スーパーソルジャー計画で用いられた超人血清の再現実験に失敗したためとなっている。ブルースとハルクは別人格であり、普段はブルースの姿と人格だが、怒りなどの負の感情で心拍数が1分間に200回を超えるとハルクへと変身する。ブルース、ハルクの血液にはガンマ線などの放射性物質が多量に含まれており、他の生物に極めて有害である。 インクレディブル・ハルクでは、アメリカ陸軍に追われる身として、以降の作品では、他のヒーローたちと共闘する役割で登場する。2023年時点のブルースは、5年前に、ハルクとしても、ブルースとしてもサノスにかなわなかった経験から、18ヶ月もの間、ガンマラボで、自身の頭脳とハルクの筋力を融合させ、その結果、両者の中間のような肉体とブルースの基本人格を、 保っったた状態である通称スマートハルクとなったブルースは、ハルクのパワーも、完全に自分の意志で駆使できるようになれたのが嬉しいためか、街の子供たちから求められた、写真撮影に心よく応じたり、食そとしたタコスを吹き飛ばされたスコットラング、アントマンに自分のタコスを分け与えるなど、アベンジャーズの領友たち以外の人々に対する外交性が高くなっており、 顔つきと性格も明朗さを感じ取れるものに変わっている。一方で2012年時のハルクの戦いぶりに触発されて自身も暴れたくなったり、ナターシャ・ロマノフ、ブラック・ウィドウの最後を知って皆が悲しみに沈んだ時にはベンチをもぎり取って遠投するなどハルクの人格の影響も受けていることを示唆する描写もある。スマート、ハルクとなってからは 基本人格がブルースであるため、その姿のままで、驚異的なパワーと、天才的頭脳の双方を発揮できるようになった。この他にも、ブルースが、北極で自決を図ろうとした際に、S&WM10 を取り出しており、ウルトロン軍団との決戦の直前にはナターシャを、救うため、ヒドラ H3 リットル、A エネルギーライフルを、自身が、スナップの実行役に立候補した際には、 ナノガントレットを使用する。また、専用のビークルは保有していないが、ニューヨーク決戦の際には、タイガーデートナを運転して戦地に駆けつけ、サカールでは、コモドールを操縦している。フィニアスト・ファーブのマーベル大作戦、ハルク・スパイダーマンなどのマーベルヒーロー5名の登場するアニメ。ありがとうございます。